五円硬貨銅60から70%、亜鉛40から30%の王道製。王道は銅と亜鉛の合金で、特に亜鉛が20%以上のものを言う。真鍮と呼ばれることも多い。青銅と並ぶ重要な銅合金で、少なくとも紀元前後に古代ローマ人が銅鉱と亜鉛を混ぜて、生成して使用していたが、両単体金属を溶かし合わせて作るようになったのは、 16世紀に亜鉛金属が発見されてからである。戦死時代から使用されていたが、製造時に使う亜鉛蒸気が金属として認識されていなかったため、銅亜鉛合金としての真の性質は中世後期まで理解されていなかった。初期は亜鉛が豊富に含まれる銅鉱石を精錬して自然に得ていたと考えられる。ローマ時代までには、 セメントカップロセスを使用したカラミンブラスが開発され、19世紀半まで類似手法で製造されるようになった。最終的には16世紀にヨーロッパに導入されたスペルター法に置き換えられた。紀元前3000年期には西アジアや地中海東岸地域でごく少数の痕跡が確認されている。しかし、隔絶された痕跡として、 紀元前5世紀の中国で真鍮の例が知られる。なお、使用が確実な古代ローマでは、デュポンディウスやセステルティウスなどの貨幣に使用されていた。銅アエン混合系の合図。横軸は銅、アエン混合比、縦軸は温度を示す。混合比によりアルファ小、ベータ小、ガンマ相等の異なる相を取る配合の比によって外見が変化し、 亜鉛の量が増えるに従い銅石色黄金色帯赤銀白色となり機械的性質も変わるが一般的に引っ張り強さ硬さ伸びともに良好で加工しやすく比較的安価なため機械器具や日用品に極めて広い用途を持つまた鉛、鈴、ニッケルなどを加えると特別な性質を持つので用途に応じて特殊用道として製作される 亜鉛のみとの合金では、亜鉛の割合が増すごとに高度を増すが、同時に、脆さも増すため、亜鉛45%以上では、実用に耐えない。最も一般的な王道は、銅65%、亜鉛35%のものである。また、銅と亜鉛の割合によって物性が変化する。実数では、銅合金として扱われ、材料記号は、頭文字 C で始まる4桁記号で表される。 下記に例を示す。いずれの王道も転園性に優れており、よく冷間加工で使用される。適度な硬さと角ではない転園性によって、旋盤やフライス盤などによる切削加工が容易でなおかつ価格もほどほどなので、微細な切削加工を要求される金属部品の材料としての使用頻度が高い。王道の比較的低い優点と、その流動特性により、王道は、 制銅や、亜鉛などより簡単に鋳造可能である。物に当たっても火花が出ないため、火気厳禁の場所での工具に利用された。前期の特性ゆえに、紙幣の印刷機などの精密機械や理化学機械類、蛇口などの水道設備、弾薬の薬莢や金属模型などに広く使用されている。日本ではぶつぐ、多くの金管楽器などに多用されている。また、 1948年から現在に至るまで日本で発行されている五円硬貨の素材としても使われている。日本の貨幣素材としてのこの素性は戦争に使用した薬莢や団体その他の兵器のスクラップを材料に用いたのが起源で五円硬貨に使われる以前は終戦直後の五十戦硬貨に使われ、また1948年の五円硬貨と同時に 発行が開始された一円硬貨にも使われていた。また戦前にも日本で1938年のカラス一線王道貨が発行されたこともあったが、これは王道貨と称しても蘇生が戦後の王道貨と異なり、この硬貨の品位は銅90%、亜炎10%でトムバック王道と呼ばれる蘇生である。その一線、 50銭及び1円の王道家はいずれも現在通用停止となっている。また、金に似た美しい黄色の光沢を放つことから金の代用品にもされ、プーアマン、エスゴールドと呼ばれる。日本の時代劇において小道具として使われる偽の小判も真鍮製のものが多い。日本では王道の製法は18世紀、江戸時代になって普及したとされてきたが、 2014年4月21日、12世紀の平安時代に作られたとされる社教に王道が大量に使われていることが奈良大学の東野春幸教授らの調査によって判明した。阿炎は比較的低温で蒸発してしまうため、精錬が難しく、日本では江戸時代まで王道を作ることができなかったとされていたが、すでに12世紀には王道は日本でも製造され、 金の代用品とされていたことが新たに分かった。官営通報にも新中製のものがあり、これは一分線よりやや大型で、裏面に波の模様があり、四分に通用した。これ以外にエッチングして模型に使用される場合もある。他、市販されている金色の塗料の多くには、王道の微粉末が使われている。ただし、塗料については、 経年により黒く変色し輝きを失うことがあり、ラテックス類、生ゴムに塗ると王道の成分によりゴムを分解腐食させてしまう欠点がある。英語の慣用句で組織のトップをトップブラス、高級商工をブラスハットという。また、真鍮色のという意味のブレゼンは恥知らず、ズうずしいという意味を持つ。ありがとうございます。